誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは石田よし子さん。どんな子供も自由に遊べるたまり場、魔法の駄菓子屋チロル堂を奈良で経営しています。どんな子どもたちも来ていい場所です。お金を持っていなくても勝手に上がって奥で本を読んだり宿題をしたりで自分の思い思いの過ごし方をしてもらえる場所だと思っています。夜は大人の方の酒場になります。お酒を飲むっていうことの中に寄付が含まれていることで大人たちもこの場所で楽しみながら子どもたちを支えるっていうことを同時に叶えることができる。チロル堂がどんな動機がある子も来れる場所でありたいなっていうふうに思います。そんなシーダーのルーツは3年前に出会った子ども食堂。地域の方誰でも入っていけるような子ども食堂の形を見たときに、その地域活動をもっと豊かに広める方法を考えて居場所を作りたいなっていうふうに思ったのがきっかけで仲間に声をかけてスタートしたのが最初です。本当に変わっていかないといけないのは子どもではなくて大人の方で、そのきっかけをチロル堂という場所から発信できたり一緒に対話を始めていきたいなっていうふうに思っています。シーダーの蒔いた種が子どもたちに笑顔の花を咲かせる。